まさか私たち妖怪大相撲界で最強ということでウィス？覚悟せえ。言うじゃねえか坊主。お、これが横綱なのか。この声は。おお、ちょっと待って、恐竜みたいだなお前。あ、強そう。強そう。来たか、雷電流。本当の相撲じゃんこれ。ちょっとなんか足がさ、ちょっと足が頼りないね。なんかこの妖怪は多分あの上半身ばっかり鍛えすぎちゃったんだねきっと。なんとご存知ない妖怪大相撲界では知らぬ者なしの最強力士、まあ、横綱だからね。未曾有の、未曾有じゃないですよこれ、未曾有の大横綱雷電流。遅れて登場するなんて、とんだ大横綱だな。デリャーデリャーデリャー面白いね。最強名乗るた、その心意気はよし。だが、最強の名が欲しくば、この雷電流と手合わせ願う。あの、僕が下手くそでなかったとしたら、この雷電流やっつけるためには、やっぱ育成パワーとかフルに使ってゴリゴリにしていかないと、やっぱ勝てないと思うんだよね。そこまでやってエンマ結構きつかったからな。雷電流ほどの大物となると得られるドスコイパワーは桁違い。雷電流と取り組みであれば勝っても負けても妖魔界にとって大きな助けとなるだろう。ぜひとも雷電流との一戦を、準備ができたら受付に顔を出すがいい。でかいな。もう体格で負けてるよこれ。燃えてきた、真の大一番ってやつだな。覚悟せい。いや、このクエストマジで長かったの俺。一日中やってたよこれ。こんな長いクエストないでしょ今まで。お、経験値やば。さてさて、ちょっとクエストとか、あ、新しいクエストちょっと確認してみようか。あ、ちょっと何何何、あ、妖怪探偵団の皆様、相撲の受付でございますね。伝説の大横綱雷電流に挑戦します。え、もう挑戦しちゃうの？ついにそう言ってくれる時を待っていました。妖怪探偵団が出場してくれて大いに助かった。あの大横綱がまた表舞台に姿を見せたのだからな。そういえば雷電流って何者なの？最強の力士って言われてたけど、ただの横綱じゃないのそれ。詳しく話していなかったな。俺の方から教えよう。大横綱雷電流は大昔から妖怪大相撲界に君臨する伝説の力士だ。奴の張り手は雷撃のように力強く、豪快な投げはどんな巨体をも土俵から投げ飛ばす。どんな巨体をもって言ってるけど、自分自身がでかいからねそもそも。常に白星で圧倒的な強さを誇る雷電流。奴が出る取り組みはいつも満員御礼だった。なんでお前が、なんでエマ大王がちょっと誇らしげなんだろう。そんなにすごい力士だったのか。あれ？でもそんなに強くて人気だったのにどうしていなくなったの？それはな、奴と渡り合える相手がいなかったからだ。ああ、なるほどね。ぶっちぎりに強いんだもんね。どうせ負けるからって手を抜く力士が増えた。どうせ負けるからって手を抜く力士が増えた。しまいには土俵入りの前に逃げ出す力士が出る始末。雷電流はふぬけた大相撲に嫌気がさして表舞台に姿を見せなくなってしまったんだ。そりゃあ、まともな戦いにならなかったらやる気なくなっちゃうわよね。雷電流の相撲が見られなくなり、妖魔界中の妖怪たちが深く悲しんだ。いや、だが奴は引退するためにファンの、いや俺たちの前から去ったわけじゃない。ああ、互角に戦える力士が現れる日のために相撲の武者修行を続けていて、もっと強くなってんじゃんちょっと。そうだな。そしていよいよこの日が訪れた。なるほど。その力士が俺たちってわけか。はい。全然力士っていう感じしないけどね。そうなんです。ですから
この取り組みを誰もが注目しています。そっか、僕たちへの期待もそれだけ大きいんだね。もしボロ負けだったらみんながっかりしちゃうよね。ここまで勝ち上がってきたんですから、雷電竜ともいい勝負ができますよ。土俵に上がる覚悟、覚悟って言っちゃってんね。俺たち死んじゃうのね。できていましたら会場も準備させていただきますよ。やっていこうか。経験値3万ってやばくない？ 1、10、100、1000、まあ30万の間違いじゃないよな。スペシャルコインが2枚ゲットできる。よし、うん、気合バッチリ。いい返事だ。雷電竜に挑むならそれくらい強気でないとな。弱気な奴が相手なら雷電竜はまた呆れて妖怪大相撲界から姿を消すかもしれない。お前たちなら雷電竜を本気にさせられる。だから最後まで投げんなよ。分かってるよ、いつき。雷電竜がどんなに強くても諦めない。応援している。こちらで受付できますので、準備ができましたらお声掛けください。さあやっていきますかね。エンマとカイラの時もめっちゃ強かったけど、ちょっとこれ以上レベルが上がるとちょっと勝てないんじゃないかな俺。さあこれ、あ、微妙に上がって、エンマ場所がレベル90だったのはレベル95になってる。すごい妖怪出てくんねこれ。よっしゃ、あ、雷電竜出てくんだねこれで。よし、やっていこう。全15戦中今14戦まで来たよ。この次が横綱が出てくんのかな。あ、もう音楽が違う。絶対こいつら強い。よし、作戦としてはですね、あ、やめよう。とりあえず必殺技使えるやつから必殺技出して、あー結構これえぐい。やばい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 ぞやばいぞやばいぞやばいぞ。もう技ガンガン出して、よし、オッケーで、ケイタ君もえらいことになってんね。ターン、まずい。ちょっとここでね、振り出しに戻されるとまた一から戦っていくのマジできつー。逃げて、こいつらめっちゃ強えな。おい、おーく、よし、よし、いった、オッケー。もう負けないだろう、もう負けないだろう。ここまで削れば、なんか上のゲージはもう完全に互角になってるけど、どういうことですかこれ。完全にこっちの方が優勢でしょ、こっちの方が。よしで、どう消す、技使おうか。あー、いやー、へばって、よし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 、どっちどっち、あ、味方の火の神飛んでいった。よし、どう消す、死にそうだけど、どうせ死ぬんだったら技を出して死のう。あー、勝った勝った、よし。あー、14戦目でこれか。次やばいな。今チラッと見たけど15戦目違う、横綱じゃない、こいつだ。大角の神、大角の神、発音しづらいな。全部で15戦っていうことなんだけど、15戦全部やって次の実は16戦目があって、それが横綱なんだね。もうここら辺まで来ると音楽がもう違うな。もう結構シリアスな感じになってるね。さあ、ケイタ君があともう少しで技使えるから、ちょっと、しかも敵の攻撃を受けると技ゲージ溜まっていくってやつなんで、ちょっと肉を切らせて骨を断つ的な作戦いこうかな。技とダメージ食らって、でもなかなか溜まっていかないな。おい、あ、いいぞ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 、あともうちょい、あともうちょい、あともうちょいだ、来い来い、よし来たー、技使おう、はい、
で、日野神に代わって日野神、技アウト。シャドウサイド化して技ドーン。で、ケイタ君がちょっとえらいことになってたな。ケイタ君のヒットポイントやばい。うわー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 、誰が飛んでいった、もしかして。あ、向こうか。あー、ケイタ君がえらいことになってる。助けて誰か。よーし、勝った。いける、これだったらいける。横綱倒せるかもしれない。ちょっと技出さない、技温存していった方が良かったかな、ケイタ君の。15勝全部勝ちましたよ僕。あっ、伝説の大横綱、横綱じゃなくて大横綱、雷電竜との頂上決定戦を行っていただきます。いよいよだね。ちょっと緊張感半端ないな。緊張感なんか、ただいまより大横綱雷電竜の土俵入りであります。あ、もう別格なんだね。もう野球で言えばシード校みたいな感じで、ドラゴンボールのミスターサタン的な扱いなんだね。なんか手が真っ赤なのがちょっと気になるね。何なんだろう、やけどしたのかな。すげえこの衝撃波あれで誰か死んだんじゃないの、具合が悪い人とか。